こんにちは、ゆっくり80、90年代です。今回はあの頃お世話になった女優の中から、特に胸の大きかったあの人たちの今をまとめて紹介します。菊池絵理さんはもともと、名古屋のお店でスカウトされ、引退後は一時、六本木で働いていましたが、今は名古屋に戻ったようです。松坂貴美子さんは大妻女子短大の出身。当時、村西監督の一番のお気に入りだったそうで、ラサール石井さんとのデュエットで歌手デビューもしています。小林ひとみさんはタレント活動をしていた23歳の頃に、ラブシーンのあるドラマ、と騙されてデビューしました。相田桃さんは元プレイメイトジャパンのグランプリにも輝いたモデルです。卑弥呼さんはミス日本の東京代表に選ばれています。高校生の頃から、村西監督にスカウトされ続けて、卒業後にデビューしました。五木真理子さんは大学在学中にスカウトされてデビュー。最初の1年で、50本以上もリリースして一躍トップ女優になりました。結城ひとみさんは94年に一度引退を、2012年に石黒樹里という名前で再デビュー。今も現役で続けています。常にメガネをしているメガネっ子キャラで人気だった野坂夏実さん。それを考えたのは村西監督だったそうです。朝宮純子さんは引退後、ムーディーズの広報部に勤めていましたが、趣味の格闘技観戦で知り合った格闘家と結婚して、退社しています。そんなこんなで懐かしいあの人の今でした。この動画であの頃を思い出した人はチャンネル登録をお願いします。